はい、皆さんこんにちは。サガキャッツでございます。まもなく4時ですね。4時、ニュースウィーク、今日ね、10月17日月曜日、ニュースウィーク見てたらですね、これもう写真に圧倒されんね、この写真に、これ貼れませんからね、探してくださいね。ニュースウィークです。ロシアの新司令官は残虐行為で悪名高いシベリア出身のアルマゲドン将軍やて今日の12時25分でね、最初にドーンと写真が出てくるんですけど、あのこのなんていうんですか、スキンヘッドでですね、ロシア軍の軍服着てはるんですね。星3つやから大将ですかね。ちょっと読んでいきましょうか。10月8日、プーチン大統領は完全に容赦ない攻撃を行うことで知られるセルゲイ・スロビキン大将、大将ですね、やっぱりね、を新司令官に任命。その2日後にウクライナ全土がミサイル攻撃にさらされた。阻止する手立てはあるのか、クエスチョンということで、ロシアのプーチン大統領は10月4日、新たな司令官に過去数十年にわたる残虐行為や悪名高い航空宇宙軍という顔してないんですけどなんかその辺の怖いおっちゃんみたいな顔してるんですけど、セルゲイ・スロビキン大将を据えた。シベリア出身で56歳のスロビキン氏は完全に容赦ない攻撃を行うことで知られ、2004年から第二次チェチェン紛争で司令官を務めた時には、ロシア兵一人がそれはチェチェン人3人と語っていたとされる。うわ、シリアに軍事介入した際には北部の都市アレッポの大半を爆撃で焼き払った。家や学校、病院や市場を標的にしたこの攻撃について、スロビキンは後にロシアを守っただけだと言い放っていると。今回もロシア守れますでしょうかね、このおっさん。仲間内ではアルマゲドン将軍の意味を取るスロビキン、それで終わってますね。これぜひこのサイト行ってくださいね。ロシアの新司令官は残虐行為で悪名高いシベリア出身のアルマゲドン将軍と。でもこの方ね、あの悪役としてね、ものすごいハマってますよ。これあれですよ、ハリウッド行ってね、こんな人来たらね、ハリウッドのプロデューサー大喜びしますよ。うわすごい、こいつハマり役やみたいなあの昔刑事コジャックって昭和の人は覚えてると思うんですけど、あのテリーサバラスでしたっけね、あのやっぱりスキンヘッドでね、怖そうなおっちゃんやったでしょ。それに負けへん、この人負けへんいやこんなんいるんやったら最初から出してきたら面白かったのにいや面白いってちょっとあれですね、不謹慎ですね、すいません。元祖ではね、これこんな人嫌やわって、そういう感じですよ。こんな人の前に出とうないわ、僕は絶対行きとうないわ。もう写真で見るだけでも怖い、もうほんまに嫌やわ、睨まれてんね今この方をですね、新しい司令官になさって。でもね、ウォーはね、顔だけでするもんちゃいますからね、顔はあんまり関係ないかもしれませんね。でも顔だけやったら勝ってるで、ゼレちゃんに勝ってるわ、この人。どっちが怖い、どっちが強そうやっても完全やん、完全勝ってるやん、このおっちゃん。でもね、さっきも言いました通り、顔だけでするもんではございません。残虐なことをやったからといってですね、勝てるわけでもございません。でもプーチンさんね、なんていうかこう最終兵器を出してきたという感じですね。もうね、かなりこうあれですね、ロシア末期症状的な状態になってまして、兵隊さんたち前線からですね、もう何もかも捨ててですね、民間人の服に着替えてですね、で逃げ出してると。
多分ね、見張られてると思うんですよね。新しく集められた人たちって逃げんように。でもそんなんね、弾が飛んでくるとこ行ったら、そんなん見張られててもね、隙が出るできるやん。そしたら、もうやめやめやめっつって、着替える暇がなかったら、そのまま万歳して前の方に歩いてたらいいわけですよ。まあ、後ろから撃たれるかも分かりませんけどね、ロシア軍の場合は。でも、万歳して、後ろから撃たれない状態になれば、すぐに万歳、お願いしますって言ったらいいわけです。でね、ウク語とね、ロシア語ってね、親戚ですからね、まあ、なんとか通じるんですよ、お互いできなくったもん。なんで、ウク人の中には、ウク人の半分ぐらいロシア語喋れる感じがするんですよ。だから、まあ、あれですよ、そんなにコミュニケーションに不自由はないんで、万歳して前へ、よちよちと歩くという状態になればですね、どん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 、それをやっていただければですね、ロシアにとっては、まずい状況になっていくと、世界にとってはですね、よろしき状況になっていくわけです。でもそれをですね、この怖いおっちゃんをですね、後ろにドーンと置いてですね、おめえらっつって、まあでもね、人間の見える範囲ってのはわずかでございますからね、いくらね、このおっちゃんがドーンとその後ろの後ろの後ろの方にいてもね、一番前の人たちはですね、んな知らんもん、俺家もん、逃げんもんって思ってたらですね、それはもう止められないわけですね。いや、あれですよ、プーチンさんはこれで最終兵器や、あいつ出したらええねん、あいつ出したら締め上げるって、ね、前の方も締め上げてなんとかなるでと思ってるんかも分かりませんけど、それは大きな間違いやと思いますよ。しかしこの方本当にね、ただあれですね、真面目な話、そういうことをなさってるんであれば、ハリウッド行く前にですね、ちょっとオランダのハーグに寄ってこいやという話になるかも分かりません。ハーグに何があるかと言いますとですね、国際司法裁判所というのがございましてですね、確かですね、私の記憶が正しければ、サダム・フセインとおったでしょ、昔イラクに。あいつここに1回送られたんちゃうんかなというような気がしますけどね、大体そういうことをするんですよ。だから今ハーグのね、国際司法裁判所のね、表にはね、こう横断幕が出てるらしいですよ。待ってるぜプーチンって、英語でね、なんやろ、 We wait you Putin とか、そんなんですかね、あれか、ウレカフトプーチンとか、そんなんでしょうかね。よう知りませんけど、そういうのが出てるらしいですよ。だからプーチンさんがロシアの外に出てですね、逮捕されたらですね、そこへ送られるんですよ、理論的にはね。まあそんなことはないと思いますけど。でこの方もですね、多分国際司法手配がかかっていたらですね、国外に出た、こんなおっさん絶対見逃せんで、ほんまに。まずね、ハーグ行ってね、ちゃんとね、その裁判を受けてこいってなるんですよね。となると多分一生というか、ハリウッドに行くことはほぼ不可能になってしまいますね。でも惜しいなこの面構え、この面構えは愛とはないけどですね、スクリーン上で見たいタイプですね、これね。こんなんがあれですよ、悪役で出てきたらもうピターッとハマるやんという感じですよ。まあね、いらっしゃる駒はあるんでしょうけどね、でもプロデューサー喜ぶと思うんですけどね。まあかといってですね、プーチンの思惑通りですね、状況が逆転してですね、プーチンがニコニコできる場面が来るなんていうのはとても思いませんし、逆にそうなってもうたら世界が困るんですよ。もう早くですね、もうあの人いなくなっていただいてですね、こうあの辺りに平和が戻ってほしいなと、でちゃんとガスも輸出してほしいわと。別にドイツ人やね、ポーランド人を心配するわけではないんですけども、そうならないとですね、なんか世界は落ち着かへんやんということですね。こんな子はもちろんおっさん別にいらんやん。そのままハリウッドに行かした方が良かったんちゃうと思いますけどね。こいつが出てきたおかげでまたですね、もう変なことするんでしょうね。もうでも終わってね、負けてね、もしかしたらですね、こいつはオランダのハーグにですねぶち込まれる可能性はあるかも分かりませんよ。
はい、ではニューズウィークでございましてですね、ロシアの新司令官は残虐行為で悪名高いシベリア出身のアルマゲドン将軍というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。